今日のセカンドチャンネルの動画は、ツイッターでも言ったんですけど、ちょっと、風邪まだ治り気味なんで声はおかしいです。ツイッターでも言ったんだけど、マックの調子が悪いです。新しい OS にしたんですよ。例えば、ね、ツイートボタン押すでしょ？で、ツイートできるようになるでしょ？で、今は普通に押すと、こう、アルファベットなんですよ。でな、これを押すとカタカナに、ひらがなだから、これを押すとひらがなになるんですけど、押したね。押して、例えば i を押すと i ってなるんですけど、ほら、まだ i なんですよ。押すって、ほら、まだ i なんですよ。ほら。で、いくよ。これ、かな押すと、スペースキーになるんですよ。何なんですか？で、スペース押すよ。スペースキーもスペースなんですよ。これ何なんですか？で、カナに帰れないから、僕はもうローマ字打つしかないんですよ。っていうね。OS を上げるのはいいんですよ。アップグレードしてもいいんですけど、ちょっとキーボード打てないというミスはちょっとひどくないですかね。ひらがなが打てないんですよ。まあ多分再起動したらなんとかなるんですけど、こういうのが結構何回か起きてるんで、もう、マジ社員。